関山から妙高高原まで一息登っただけで随分涼しくなったと同時に冷や汗、これまずい、今日の18時に出した、動画なんですけども、いつもね出した最初の時間で、まあ8000から1万ぐらい再生されてるんですけども、今日はその半分の、4000ぐらいしか再生されていないという計算です。でこのままでいくと、明日はですね、今日7000円でしたけれど、まあ、おそらく5000円ぐらいになるのではないかと思われるんですが、妙高高原駅を出てすぐに関川を渡り長野県に入りました。動画はどうでしょうかね。とにかく今一生懸命編集します。今できることはもう面白い動画を作る以外には何もありません。最初の頃は出した翌日に8万とかそれぐらい再生されていたのに、ほんの今晩はおそらく3万4万程度しかされないというのは、視聴者のことを白状と思いたい気持ちが、まあ、全く起こらないでもないですが、しかしこの原因は面白い動画を出せていない自分にあると思っています。やっぱり最初はボーナスがつくものなんですよね。調子に乗って佐渡なんか行ったのは良くなかったかな。でも私は視聴者の皆さんに動画をどうか再生してくださいとは、まあ、もちろん再生してほしいし再生していただけたらありがたいし、ぜひともお願いしたい、どうかお願いしたいんですけれども、でもね、お願いするよりも面白い動画を作る方がよっぽど効率的だと思っています。お願いなんかしなくても面白い動画を出せば見てもらえるし、つまらない動画を出せばいくらお願いしても見てはもらえない、それが YouTube だということぐらい、これだけ動画を投稿し続けていればもう分かっているのです。長野に着きましたが、もはや使えるお金はありません。いや今日こんなに再生が減ることが分かっていたならば、もっとあと3000円ぐらいは出費を減らす手段があったんですけれど、どんなに遠回りをしてでもこのような別料金のかからない路線で来ればよかった。遠くとも一度はもう俺善光寺と言います。私はもう何度か参ったことがありますけれども、しかしやっぱり長野、その発展の元々の理由は長野が善光寺の門前町であったからだということを考えれば、やはりこの夜8時からでも善光寺に行くべきだと思ったんですが、なんとポツポツ雨が降ってきて、それだけではなくこのように雷まで光るようになってしまいました。善光寺から600メートルほど行ったところにはイトーヨーカドーもあって、そこで割引の何か食べ物を買ってこようとも考えているのですが、しかしこの雷が鳴ると 95% の確率で雨が降るそうなんですが、そうすると傘を持っていない私は土砂降りの雨にさらされる可能性が要するに 95% というわけです。雨粒がさっきよりもどうも大きくなってきたような気がします。雨が目に見えるようになりました。これはやめるしかないな。ともかくここまで大幅に再生が減ってしまったならば、まずは安全に帰る、安全に旅を続けることを考えなければいけません。少し行った先、篠ノ井駅の前にはまた別の西友がありますので、そこで安くなっているものを狙おうと思います。雨はさっきよりも随分強くなりましたが、しかし駅からそんなには離れていない西友へ行くぐらいであればまだ持ってくれると思いますが、でもこれよりもっとさらに強まりそうです。燕温泉の硫黄の香りがお守りです。着きましたが午前1時まで営業ということは、まだそんなに割引はしてないんじゃないかと思うんですよね。よし、買い物してきました。この動画ね、本当にやらせとか一切しなくて、裏でめちゃくちゃなんかステーキとか食べまくってるとかそんなことないし、もうそれからもう本当に私の演技とかじゃなくて思った通りのことを喋ってるんですけど、3割引きなんか物値段じゃねえよっていうのは、私自分でね昔言ったの覚えてますけど、そんな売る気あんのかみたいな、それを自分で思い出してね同じ気持ちになってます。これはね定価で買ったんですが、おやきだけはせっかく長野に来たんだからそれらしいもん食おうと思ってね、スーパーの電子レンジで温めてきました。あったかい、名物にうまいものなしという言葉があって、ね、その地方でしか名物になってないんだからそんなうまいわけないんだよって、それに割と当たってると正直思うんですけど、野沢菜おやきに関してはね、これは全国で普遍的に通用してもいいといつも言ってるんですけど、なかなかそうはなりません。うちの近所のスーパーとかで売ってないですもんね、野沢菜おやきなんて。長野特有ですが、長野県民はみんなよく食べるようです。
本当朝からこれ以外に食べたものってね、カップ麺と船の中のチャーハン、まあ、そんな多くないやつと、それから朝のおにぎり1個ですから、もうねお腹すごい減ってしまってね、駅に着くまで我慢できなくて今食べてるんですね。なんか篠ノ井駅のエレベーターめっちゃ怖いんですよね。動きも変にカクカクしてるし、なんかこういろんなところがボロボロになってて、ドアの動きも怖いんですよ。本来は歩ける人は歩いた方がいいと思うんですけどね。それからこれはおやきに次いでメジャーらしい長野県のソウルフードっていうの、特有の食べ物、ニラせんべいだそうです。これね半額だったんですよ。140いくらが半額になってたんで買ったんです。でそんで後で調べてみたら長野の郷土料理だったらしいんですけど、これ売ってる時に売り場のおじさんがね、なんでこれが半額なのに弁当は2割引きなんだよとか言ってね、いや本当ですよねとか言ってね、そこでおじさんと2人でなんでここで弁当が半額になってないことをこの2人でなんかこう文句言ってんだろうなと思いながらですね、あのニラせんべいを買ったんですけど、でも良かったです。結果的に長野県のやつだなんてね知りませんでした。ん、なんだこれは。あ、真ん中に味噌が入ってんだ。なるほど。作り方は簡単で、小麦粉を水に炊いたものにニラだけを入れて焼いたのがこれだそうです。でせんべいって言ってもお米とはまた違うみたいでね、また具材はニラ以外は全くなさそうです。最初は正直なんか微妙だなと思って食べ始めたんですけど、味噌のエリアが真ん中の方に溜まってて、そこに入ってからねすごく美味しく感じるようになった。うん、長野市は昼は暑くなるんですが夜にはしっかりと冷えるというイメージで、さすがやっぱり雨が手伝っていることもあるんでしょうけど、全く暑さを感じません。この点だけは今幸運です。まずは今晩の目的地松本市平田に到着しました。ここまでの道中小バス停駅から美しい善光寺平の夜景を見ました。善光寺平というのは長野市がある、まあ、大きなですね平野といいますか盆地といいますか、そういうところでして、そこから山を越えてカムリキ山というのを越えて、そしてまた降りてきて松本市に入ったというわけです。さっきあっちの方では雷雨でしたが、こちらの方はもう完全に善光寺平を越えてますんで天候も変わっています。晴れてるんじゃないですかね。道中の素晴らしい夜景も心から楽しむことはできません。急に予算が減ってきて、いよいよ冒頭の北海道よりもさらに困窮した状態に突入するのではないかという危機感に苛まれているところです。北海道はまだ安い宿があったからいいですが、今晩の快活クラブネットカフェは8時間で学割を聞かせて、そう、私が本当に貧乏だった頃は学割というのはなかったんですけども、最近やってくれるようになってですね、学割で2割引きだから1泊1200円ほどで泊まることができるんですが、しかしそれでも明日の予算は4000円ほどになる可能性があります。そうすると1日あたり4000円から交通費を2000円引いて、そしてまた宿泊費1200円程度を引くとですね、もう何もほとんど残らないということになる。これでどうやって旅行すればいいのか、私自身かなり考えているところですが、なんとかしてまた次の面白い動画を出し、まずは皆さんに興味を持っていただくことが一番大事です。頑張ります。よろしくお願いいたします。いや、視聴者の皆さん、情報のご提供誠にありがとうございます。なんかこんなオチになると思わなかったんですけど、これ YouTube のバグでなんか再生回数が半分から3分の1になってるらしいですね。なんかおかしいと思ったんですよ、6割も再生数減って。
ってるから、こんなこともあんのかと思ってねやってたんですけど、引き続き頑張りますが、まあ、予算とかについてはいい教訓を得たということで、今後も気をつけてですね、ある程度の余裕は持っておこうと思います。ちなみに本日ですけども、ちなみにここで、最近のですね予算決算というのかな、まあ、それについてなんですけども、昨日、キラキラ羽越、指定席券代、山形鉄道の乗車券代、米沢のレンタサイクル、水100円、北海道東日本パスが1550円、村上で食べた鮭定食1100円、飲み物が280円、それから、バスが、210円、これは佐渡汽船のターミナルまでのもの、佐渡汽船の中で食べたラーメンなど293円、佐渡汽船の船、両津港まで行くものと今日の小木から、の分を先に払いましたので、それ全部で6160円、バスが770円、これは佐渡汽船のターミナルから、ネットカフェの近くまでの分、船で飲んだ甘酒とこういう焼きそばな、まあまあいろいろあります。あ、これ違うな、じゃあこの食べ物なんだって、もう、あ、そうだ、新潟駅で急いで買ったおにぎりとかですね、まあいいです。で、さらにネットカフェが2910円もかかりましたので、合計で4443円の大赤字ということに昨日はなりました。でもまあ、今日も赤字だろうけど、8月の、9日分ぐらいから、まあ、また黒字計上するからいいだろうと思ってやってたわけですけど、これが本日の8400円の、予算に対して、佐渡島内でのバスとそれからほとんど使っていない北海道東日本パスも今日も、ね、計上しなければいけませんので、そういうのを全部記録していくとですね、やっぱバス代とそれから、北海道東日本パス JR 以外の、ね、交通費が重くのしかかってきてですね、今日は残りあと使えるお金が、1150-409 ですから、あと750円ぐらいということです。このネットカフェに750円分以上滞在すると赤字になりますので、まあ、明日までに1200円かかるわけですから、実質500円の赤字がもう決まっているということですけれど、まあ大丈夫でしょう。明日は本当にそんな使う予定ないから明日は安心してください。いや、安心してくださいじゃない、安心するのは私です。あー、でも本当に良かった、良かったよ。もうなんかこれから先の2ヶ月、戦いの2ヶ月かなと思った。だから視聴者の皆さんに興味を持ってもらえないのに貧乏旅行だけはしなきゃいけないって、なんか最悪の状態じゃないですか。何のために貧乏旅行してんだよって感じですよね。でもやんないで、やると言ったことはやられると、そういうね、こともこうあんまり考えず済むようになりました。引き続き興味を持っていただけるような楽しい動画を作りますので、よろしくお願いします。